インド、チェンナイ。ハレルヤ。私の名前はイエムナです。2014年に赤ちゃんができました。お腹の赤ちゃんの体重を確認するために妊娠5ヶ月で病院に行きました。お医者さんは胎児の心音が聞こえないというから、私は心が痛かったです。隣人のニシア・シティさんは、自分が身のこもった時も似たようなことがあったけれど、牧者の力で正常に赤ちゃんを出産したと明かしてくれました。その証で私は信仰を持ってチェンナイ万民教会に出席するようになりました。ある日、イエムナ聖徒さんがうちに来て、泣きながら祈りを頼みました。お腹の赤ちゃんの心音が聞こえないというのです。それで私の次男が体内でとても危険な状況で、同会長先生が祈って、神の力を込められたハンカチの祈りをいただいて、癒されて健康に生まれて成長しているという証と、義理の姉も胎児が危険な時、神の力のハンカチの祈りを受けて、健康な赤ちゃんを出産したという証を伝えると、イエムナ生徒さんも癒されるという希望を持つようになりました。私はお腹の赤ちゃんが癒されるために神の力のハンカチ集会に初めて参加しました。そして半沢先生が神の力のハンカチで祈ってくださいました。その後、ダニエル哲也祈祷会に毎日参加しようと決心しました。教会に来るたびに先生はハンカチで祈ってくださいました。私はハンカチの祈りを受けるたびに幸せな心になるのを感じました。そしてもう一度超音波検査を受けるために病院に行って診断を受けてみたら、胎児の心臓が正常に動いていて、よく育てていると言われました。本当に嬉しかったです。2015年赤ちゃんは正常に可愛く生まれました。今娘は4歳になりました。私の信仰が足りなくて、各種の恋愛がまともに参加できないと、その度に娘は引き付けを起こしました。私は自分自身を振り返って悔い改めて、ハンゾミ先生に祈りを受けました。今は完全に癒されて健康になって、今も教会にちゃんと通っています。2018年6月、娘が私立学校に入学しましたが、政府の奨学金をいただくようになりました。ここの授業料はとても高いので、ハンゾミ先生に祈りをお願いしました。先生の祈りを受けてから、政府の奨学金で幼稚園から8年生まで授業料の 50% 以上をサポートしていただくようになりました。神様に感謝します。生徒の皆さん、この子が次男です。牧者の祈りを受けて元気に育って、今4歳になりました。私は娘をとても愛しています。神様の恵みで娘は体内で癒されて、この癒しの証を聞いた妹2人も教会に来るようになりました。チェンナイ万民教会に来る前は、家庭にたくさんの問題があって平和でなかったのですが、私が祈りの生活を始めてから、今私の家庭は平和で幸せになりました。先生、ありがとうございます。愛しています。ハレルヤ。